以上のお話によって郷田三郎と明智小五郎との交渉または三郎の犯罪思考癖などについて読者に読み込んでいただいた上さて本題に戻って東映館という新築の下宿屋で郷田三郎がどんな楽しみを発見したかという点にお話を進めることにいたしましょう。 三郎が東映館の建築が出来上がるのを待ちかねて意の一番にそこへ引き移ったのは彼が明智と交際を結んだ時分から1年以上も経っていましたしたがってあの犯罪の真似事にももう一向興味がなくなりと言って他にそれに変わるような事柄もなく。 彼は毎日毎日の退屈な長々しい時間を過ごしかねていました。東映館に移った当座はそれでも新しい友達ができたりしていくらか気が紛れていましたけれど人間というものはなんと退屈極まる生き物なのでしょう。どこへ行ってみても同じような思想を同じような表情で同じような言葉で繰り返し 繰り返しし発表合っていいるに過ぎないのですせっかく下宿屋を変えて新しい人たちに接してみても一週間経つか経たないうちに彼はまたしても底知れぬ検体の中に沈み込んでしまうのでしたそうして東映館に移って十日ばかり経ったある日のことです退屈のあまり彼はふとを。 妙なことを考えつきました彼の部屋にはそれは二階にあったのですが安っぽい床の間のそばに一軒の押入れがついていてその内部は鴨居と敷居とのちょうど中ほどに押入れいっぱいの頑丈な棚があって上下二段に分かれているのです彼はその下段の方に数個の氷を納め 上段には布団を載せることにしていましたがいちいちそこから布団を取り出して部屋の真ん中へ敷く代わりに四十棚の上にベッドのように布団を重ねておいて眠くなったらそこへ上がって寝ることにしたらどうだろう彼はそんなことを考えたのです。これれがが今まででのの下宿屋ああっったたら、たとえ押入れの中に同じような棚があっても、 壁がひどく汚れていたり、天井に蛛の巣が張っていたりしてちょっとその中へ寝る気にはならなかったのでしょうがここの押入れは新築早々のことですから非常にきれいで天井も真っ白なれば黄色く塗った滑らかな壁にもしみ一つできてはいませんしそして全体の感じが棚の作り方にもよるのでしょうが。 なんとなく船の中の寝台に似ていて妙に一度そこへ寝てみたいような誘惑を感じさえするのですそこで彼は早速その晩から押し入れの中へ寝ることを始めましたこの下宿は部屋ごとに内部から戸締まりのできるようになっていて女中などが無断で入ってくるようなこともなく 彼は安心してこの気候を続けることができるのでした。さて、そこへ寝てみますと、予期以上に感じがいいのです。四枚の布団を積み重ね、その上にふわりと寝転んで、目の上二尺ばかりのところに迫っている天井を眺める心持ちは、ちょっと異様な味わいのあるものです。 襖をっと締め切って、その隙間から漏れてくる糸のような電気の光を見ていますとなんだかこう自分が探偵小説の中の人物にでもなったような気がして愉快ですしまたそれを細めに開けてそこから自分自身の部屋を泥棒が他人の部屋をでも覗くような気持ちでいろいろの劇場的な場面を想像しながら眺めるのも興味がありました。 時によると、彼は昼間から押し入れに入り込んで一軒と三尺の長方形の箱のような中で大好物のタバコをぷかりぷかりとふかしながらとりとめもない妄想にふけることもありましたそんな時には締め切った襖の隙間から押し入れの中で火事でも始まったのではないかと思われるほどおびただしい白煙が漏れているのでした。 ところが、この気候を23日続ける間に彼はまたしても妙なことに気がついたのです。きっぽい彼は3日目あたりになるともう押し入れのベッドには興味がなくなって所在なさに底の壁や寝ながら手の届く天井板に落書きなどしていましたがふと気がつくと。 ちょうど頭の上の一枚の天井板が釘を打ち忘れたののかなんだかふかふかなだふふと動くようなのですどうしたのだろうと思って手で突っ張って持ち上げてみますと難なく上の方へ外れることは外れるのですが妙なことにはその手を離すと釘付けになった箇所は一つもないのにまるでバネ仕掛けのようにもともとりになってしまいます。 どうやら何者かが上から押さえつけているような手応えなのです。はてな、ひょっとしたらちょうどこの天井板の上に何か生き物が、例えば大きな青大将か何かがいるのではあるまいかと、三郎はにわかに気味が悪くなってきましたが、そのまま逃げ出すのも残念なものですから、なおも手で押し試みてみますと、 ずっしりと重い手応えを感じるばかりでなく天井板を動かすたびにその上でなんだかゴロゴロと鈍い音がするではありませんかいいよいよ変です。そこで彼は思い切って力任せにその天井板をはねのけてみますとするとその途端、ガラガラという音がして上から何かが落ちてきました。彼はとっさの場合、 と肩脇へ飛びのいたから良かったもののもしそうでなかったらその物体に打たれて大けがをしているところでしたなんだつまらないところがその落ちてきた品物を見ますと何か変わったものでもあれば良いがと少なからず期待していた彼はあまりのことに呆れてしまいました それは漬物石を小さくしたようなただの石ころにすぎないのでしたよく考えてみれば別に不思議でも何でもありません伝統甲府が天井裏へ潜る通路にと天井板を一枚だけわざと外してそこからネズミなどが押し入れに入らぬように石ころでおもしがしてあったのです それはいかにもとんだ喜劇でした。でもその喜劇が起源となって郷田三郎はあるすばらしい楽しみを発見することになったのです彼はしばらくの間自分の頭の上にあいている「ほら穴の入り口」とでも言った感じのするその天井の穴を眺めていましたがふと。 持ち前の好奇心から一体天井裏というものはどんなふうになっているのだろうと恐る恐るその穴に首を入れて辺りを見回しましたそれはちょうど朝のことで屋根の上にはもう日が照りつけていると見え方々の隙間からたくさんの細い光線が 「まるで大小無数の炭礁灯を照らしてでもいるように屋根裏の空洞へ差し込んでいてそこは存外明るいのです」「まず目につくのは縦に長々と横たえられた太い曲がりくねった大蛇のような胸着です」「明るいといっても屋根裏のことでそう遠くまでは見通しがきかないのと」 それに細長い下宿屋の建物ですから実際長い胸着でもあったのですがそれが向こうの方は霞んで見えるほど遠く遠く連なっているように思われますそしてその胸着と直角にこれは大蛇のあばらにあたるたくさんの梁が両側へ屋根の傾斜に沿ってニョキニョキと突き出ています。 それだけでも随分雄大な景色ですが、その上、天井を支えるために針から無数の細い棒が下っていて、それがまるで小乳洞の内部を見るような感じを起こさせます。これは素敵だ。一応屋根裏を見回してから、三郎は思わずそうつぶやくのでした。 病的な彼は世間普通の興味には引きつけられないで常人にはくだらなく見えるようなこうした事物にかえって言い知れぬ魅力を覚えるのですその日から彼の屋根裏の散歩が始まりました夜となく昼となく暇さえあれば彼は泥棒猫のように足音を盗んで 胸着や針の上を伝え歩くのです幸いなことには建てたばかりの家ですから屋根裏に付きものの蜘蛛の巣もなければすすやほこりもまだ少しもたまっていずネズミの汚した跡さえありませんそれゆえ着物や手足の汚くなる心配はないのです彼はシャツ一枚になって 思うがまままに屋根裏を調理をしました。時効もちょうど春のことで屋根裏だからといってさして暑くも寒くもないのです、3. 東映館の建物は下宿屋などにはよくある真ん中に庭を囲んで その周りにマス型に部屋が並んでいるような作り方でしたから従って屋根裏もずっとその形に続いていて行き止まりというものがありません彼の部屋の天井裏から出発してぐるっと一回りしますとまた元の彼の部屋の上まで帰ってくるようになっています 下の部屋部屋にはさも厳重に壁で仕切りができていてその出入り口には締まりをするための金具まで取り付けているのに一度天井裏に上がってみますとこれはまた何という開放的なありさまでしょう。誰の部屋の上を歩き回ろうと自由自在なのです。もしその気があれば、 三郎の部屋のと同じような石ころの重しのしてある箇所が所々にあるのですからそこから他人の部屋へ忍び込んで窃盗を働くこともできます。廊下を通ってそれをするのは今も言うように升形の建物の各方面に人目があるばかりでなくいつ何時 他の私宿人や女中などが通り合わさないとも限りませんから、非常に危険ですけれど、天井裏の通路からでは絶対にその危険がありません。それからまた、ここでは他人の秘密をすき見することも勝手次第なのです。新築と言っても下宿屋の安武神のことですから、天井には至るところに隙間があります。 部屋の中にいては気がつきませんけれど、暗い屋根裏から見ますと、その隙間が意外に大きいのに一挙を喫します。稀には節穴さえもあるのです。この屋根裏という屈指の舞台を発見しますと、郷田三郎の頭にはいつの間にか忘れてしまっていたあの犯罪思考壁がまたムラムラと湧き上がってくるのでした。 この舞台でならばあの当時試みたそれよりももっともっと刺激の強い犯罪の真似事ができるに相違ないそう思うと彼はもう嬉しくてたまらないのですどうしてまあこんな手近なところにこんな面白い興味があるのを今日まで気づかないでいたのでしょう魔物のように暗闇の世界を歩き回って 20人に近い東映館の二階中の四宿人の秘密を次から次へとすき見していくそのことだけでも三郎はもう十分愉快なのですそして久方ぶりでで生き甲斐を感じさえするのです。るの彼はまたこの屋根裏の散歩をいやが上にも興深くするために まず身支度からしてさも本物の犯罪人らしく装うことを忘れませんでしたぴったり身についた濃い茶色の毛織のシャツ同じズボン下なろうことなら昔活動写真で見た「如くプロテア」のように真っ黒なシャツを着たかったのですけれどあいにくそんなものは持ち合わせていないのでまあ我慢することにして。 ををき、手袋をはめ、天井裏は皆荒削りの木材ばかりで指紋の残る心配などはほとんどないのですがそして手にはピストルが欲しくてもそれもないので懐中電灯を持つことにしました夜更けなど昼とは違って漏れてくる光線の量がごくわずかなので。 一寸先も見分けられぬ闇の中を少しも物音を立てないように注意しながらその姿でそろりそろりと胸上の上を伝っていますと何かこう自分が蛇にでもなって太い木の幹を這い回っているような気持ちがして我ながら妙にすごくなってきます。でもそのすごさが何の因果か彼には続々するほど嬉しいのです。 こうして数日彼は右頂点になって屋根裏の散歩を続けましたその間には良きにたがわずいろいろと彼を喜ばせるような出来事があってそれを記すだけでも十分一遍の小説が出来上がるほどですがこの物語の本題には直接関係のない事柄ですから残念ながらはしょって。 ごく簡単ににの例をお話ししするにとどめましょう。天井からの隙間というものがどれほど異様な興味のあるものだかは実際やってみた人でなければおそらく想像もできますまいたとえその下に別段事件が起こっていなくても。 誰も見ているものがないと信じて、その本性をさらけ出した人間というものを観察することだけで、十分面白いのです。よく注意してみますと、ある人々は、そのそばに他人のいるときと、一人きりのときとでは立ち位振る舞いはもちろん、その顔の総合までがまるで変わるものだということを発見して、彼は少なからず驚きました。 それに普段、横から同じ水平線で見るのと違って真上から見下ろすのですからこの目の角度の相違によって当たり前の座敷が随分異様な景色に感じられます。人間は頭のてっぺんや両肩が本箱机タンス、火鉢などはその上方の面だけが主として目に映ります。 そして壁というものはほとんど見えないでその代わりに全ての品物のバッグには畳がいっぱいに広がっているのです何事がなくてもこうした興味がある上にそこには往々にして滑稽な悲惨なあるいはものすごい光景が展開されています。 平常過激な反資本主義の議論を吐いている会社員が誰も見ていないところではもらったばかりの昇給の辞令を折りカバンから出したりしまったり幾度も幾度も開かず打ち眺めて喜んでいる光景ぞろりとしたお飯の着物を普段着にして儚ない豪車ぶりを示しているある相場師がいざ床に着く時には その昼間はさも無造作に着こなしていた着物を女のように丁寧に畳んで床の下へ敷くばかりかシミでもついたのと見えてそれを丹念に口でなめてお飯などの小さな汚れは口でなめとるのが一番いいのだといいます一種のクリーニングをやっている光景。 何々大学の野球の選手だというニキビ面の青年が運動家にも似合わない臆病さを持って女中へのつけ踏みを食べてしまった夕飯のお膳の上へ乗せてみたり思い返して引っ込めてみたりまた乗せてみたりもじもじと同じことを繰り返している光景中には大胆にもインバイフを引き入れて ここに書くことをはばかるような凄まじい筐体を演じている光景さえも誰はばからず見たいだけ見ることができるのです三郎はまた私宿人と私宿人との感情の葛藤を研究することに興味を持ちました同じ人間が相手によって様々に態度を変えていく有様 今の先まで笑顔で話し合っていた相手を隣の部屋へ来てはまるでフグ退転のあだででもあるように罵っているものもあればコウモリのようにどちらへ行っても都合のいいおざなりを言って陰でペロリと舌を出しているものもありますそしてそれが女の四縮人東映館の2階には一人の女が学生がいたのです。 になると一層興味があります恋の三角関係どころではありません五角六角と複雑した関係が手に取るように見えるばかりか競争者たちの誰も知らない本人の真意が局外者の屋根裏の散歩者にだけはっきりとわかるではありませんかおとぎ話に隠れ身のというものがありますが 天井裏の三郎は、いわばその隠れ身の起きているも同然なのです。もしその上、他人の部屋の天井板を剥がしてそこへ忍び込み、いろいろな悪戯をやることができたら一層面白かったでしょうが、三郎にはその勇気がありませんでした。そこには、三軒に一か所くらいの割合で三郎の部屋のと同様に、 石ころでおもしをした抜け道があるのですから忍び込むのは造作もありませんけれどいつ部屋の主が帰ってくるか知れませんしそうでなくとも窓は皆透明なガラス障子になっていますから外から見つけられる危険もありそれに天井板をめくって押し入れの中へ下り襖を開けて部屋に入りまた押し入れの棚へよじ登って 元の屋根裏へ帰る。その間にはどうかして物音を立てないとは限りませんそれを廊下や隣室から気づかれたらもうおしまいなのですさてある夜更けのことでした三郎は一回り散歩を済ませて。 自分の部屋へ帰るために針から針を伝っていましたが、彼の部屋とは庭を隔ててちょうど向かい側になっている棟の一方の隅の天井に、ふとこれまで気のつかなかったかすかな隙間を発見しました。差し渡し二寸ばかりの雲型をして、糸よりも細い光線が漏れているのです。 なんだろうと思って彼はそっと懐中電灯をともして調べてみますとそれはかなり大きな木の節で半分以上周りの板から離れているのですがあとの半分でやっとつながり危うく節穴になるのを免れたものでしたちょっと爪の先でこじさえすれば難なく離れてしまいそうなのです。そこで三郎は 部屋ののしがすでに寝ていることを確かめたうえ音のしないように注意しながら長い間かかってとうとうそれを剥がしてしまいました都合のいいことには剥がしたあとの節穴が盃型に下側が狭くなっていますのでその木の節をもともとどおり詰めてさえ置けば下へ落ちるようなことはなく そこにこんなな大きな覗き覗穴があるのを誰にも気づかれずに済むのです。これはうまい具合だと思いながらその節穴から下を覗いてみますと他の隙間のように縦には長くても幅はせいぜい一部内外の不自由なのと違って下側の狭い方でも直径1寸以上はあるのですから部屋の前景が楽々と見渡せます。 そこで三郎は思わず道草を食ってその部屋を眺めたことですがそれは偶然にも東映館の私宿人のうちで三郎の一番虫のすかぬ遠藤という歯科医学校卒業生で目下はどっかの歯医者の助手を務めている男の部屋でしたその遠藤が嫌にのっぺりした虫酢の走るような顔を 一層のっぺりさせてすぐ目の下に寝ているのでしたバカに几帳面な男と見えて部屋の中は他のどの私宿人のそれにも増してきちんと整頓しています机の上の文房具の位置本箱の中の書物の並べ方布団の敷き方枕元に置き並べた 物でもあるのか見慣れの形の目覚まし時計湿器の巻きタバコ入れ色ガラスの灰皿いずれを見てもそれらの品物の主人公が世にも綺麗好きな重箱の隅を用事でほじくるような神経家であることを証拠立てていますまた遠藤自身の寝姿も実に行儀がいいのです ただそれらの光景にそぐわぬのは彼が大きな口を開いて雷のようにいびきをかいていることでした三郎は何か汚いものでも見るように眉をしかめて遠藤の寝顔を眺めました彼の顔はきれいといえばきれいですなるほど彼自身で吹聴するとおり 女などには好かかれる顔かもしれませんしかし何という間延びな長々とした顔の造作でしょう。濃い頭髪顔全体が長い割には変に狭い不自た体短い眉細い目始終笑っているような目尻のしわ長い鼻そして異様に大ぶりな口。 サブローはこの口がどうにも気に入らないのでした鼻の下のところから段をなして上あごと下あごとがおんもりと前方へせり出しその部分いっぱいに青白い顔と妙な対象を示して大きな紫色の唇が開いていますそして非公正鼻炎ででもあるのか四終鼻を詰まらせ その大きな口をポカンと開けて呼吸をしているのです寝ていていびきをかくのもやっぱり鼻の病気のせいなのでしょう三郎はいつでもこの遠藤の顔を見さえすればなんだかこう背中がムズムズしてきて彼ののっぺりしたほっぺたをいきなり殴りつけてやりたいような気持ちになるのでした